ご覧の。新車情報90で、私は三本和彦です。もうそろそろ暦の上じゃ春なんですが、一向に春らしくなってきませんね。まだ雪は降るかもしれませんが、皆さんお帰りございませんか。立ちの悪い風が流行ってますが、もうお直しでしょうかね。それじゃあいつもと同じように、はじめは岸子さんの何でもインフォメーションでございます。はい、もう皆さんご存知のこととは思うんですけれども、最高時速が160キロという、電気自動車が登場したんですね。でこの電気自動車は実は、GM で開発したんですけれども、04が 16.7 秒、そして、最高時速が160キロ、まあ普通のこのガソリン車とほぼ変わらないスピードが出るんですが、ただ環境問題の上では、そうですね、例えば排気ガスが出ないから良いんじゃないかなんていうふうにも言われているんですけれども、でも電気自動車っていうのはただでは動かないんですよね。ですからその電気自身のことを考えて、今後どういう形で実用化が進んでいくのか今注目したいですよね。ね、いかがでしょう。今あった電気自動車は無公害になるような話してましたね。どうして無公害になるんですか、電気だと。当然電気だったら排気ガスは出ないんだというイコールの考えをまず持ってしまうんですけど、はい、それじゃあ電気はどうやって起こしますか。電気は例えば原子力で起こすとか。あなた原子力発電所賛成、はい、反対です。ああ、そうですか。はい、うん。どうして反対ですか。やっぱりいろいろな、もちろんそのチェルノブイリのこともあったから怖いっていうのもありますけれども、なんといっても一番大事なことは、うん、それによって出る、物質があるわけですから、うんうん、それが一番それをどういうふうに処理するかっていうことが怖いです。うん、それじゃあ、まあ、原発やめにしましょう。はい。それで、その他に電気どうやって起こしますか。電気を起こす水力発電は無理だから無理でもないんですよ、はい、今でも多少はやってるんですよね、それじゃ足りないですよ ね、 そうすると何で起こします。何で起こせばいいですか。まあ、風の力波の力、いろいろあるんでしょうが、はい、今のところはやっぱり主流になるのは石油でしょう ね、 そうですね。で石油の中でいろんなものを取っちゃったカスみたいなやつ燃やしてなんとかタービン回して電気を起こそうってんでしょう、はい、燃やすんでしょ。燃やすんですね。何が出ます。残りのカスが出ます。排気ガス出ますね。はい、出ます。電気自動車の電気を供給するためには、電気を起こすために一回エネルギーを作りますね。はい。これをまたチャージするときに、はい、バッテリーの熱持ちますね。はい。バッテリーから希硫酸ガスが出ますね。このガスどうします。で、向こうがいい電気だと困りますね。それとも足で踏みますか、発電機回すのに。それで0400を17秒じゃとっても走らないから無理ですね。まあいよいよ行けなくなりゃ自転車かなんか乗ることにしますが。そうですね。でも自動車のエンジニアなんてのはそのためにいるんです。はい。ですからどんなものを持とうと公害がなるべく少ないようなものを作って、一人前のエンジニアですね。で市民はそのエンジニアに奮い立って仕事をしてもらうような消費者になることが無公害に近いんじゃないですか。電気よりその方が早いかもしれませんよ。まあ固い話はやめにして、はい、今日話題の中心にするのは日産自動車から1月の11日にフルモデルチェンジをして発表された、サニーの新しいものです。で、今回のフルモデルチェンジで、洗練された美しさと若々しく楽しい走りの性能を持つニュースタンダードセダンと随分長いキャッチフレーズですがメーカーではこう言っております。同時に、クーペのタイプの NX クーペというのも発表されておりますけれども、今日番組の話題の中心に据えるのはサニー1500スーパーサルーンの4速のオートマチックトランスミッションのついたもの、はい、AT 車を取り上げようと思います。メーカーからのお客様は日産自動車の商品本部第一商品グループの主管をなさってらっしゃる、菊池原康隆さんと、もう一人は第一商品グループの主担という仕事をなさってらっしゃる深井義雄さんにおいでいただきました。でご両親ともこの番組には初めておいでいただきましたか。はい、そうですね。で、菊池原さんの主管という仕事はこれはコンダクターみたいなものですか。そうですね。車全体の、まあ言ってみればサニー株式会社の社長というようなところでございます。あ、そうですか。開発、原価、製造、もろもろ、まあ、収益も含めて、全部を取りまとめる。それもやるの。はい。あ、そういう仕事でございます。あ、そうですか。はい、で、吉原さんは日産自動車にはいつ頃お入りになっているので、どんなお仕事でしたか。はい。昭和42年に入りまして、それからかなりの長い期間、
商品企画というマーケティングを中心にしましたですね、当社の商品ラインナップ、あるいは商品のコンセプト作りと、こちらを中心にやってまいりました。どんなの作ったらお客さんが喜んで会社が儲かるかなっていう仕事をやってたわけです。そういうものを中心に手掛けてまいりました。それじゃあ途中で少し怠けてましたね。もう一つ深井さんは第一商品グループの主担っていう、いつ頃お入りで、今までどんなお仕事で、今どんなお仕事ですか。私は45年に入社いたしまして、はい、大体十数年ほど実験部に入っておりまして、実験関係の仕事をしておりました。その後主担関係でフェアレディ Z を少し担当しまして、その後このサニーを担当しております。あ、そうですか、はい、深井さんの顔つきからすると振動騒音ですか、実験は。12、3年ですか、振動騒音をやらせていただきました、ね、はい、この手の顔つきの人はそうなんですね。今は冗談ではないですか。話は続けますけれども、ここでコマーシャルもご覧ください。それじゃあ十数年続けております、いつでも同じ、サニーの開発の狙いと特徴、それをメーカーの言い分で伺ってみようと思います。じゃあお願いします。お願いいたします。このサニーが昭和41年に発売されて以来、いわゆる大衆車市場がどんどん拡大され、ある意味では日本のモータリゼーションは大衆車の発展とともに進んだと言ってよいのではないかと思います。これまで大衆車というのは半価、燃費、使い勝手などの経済性ニーズが非常に強い商品でしたが、現在のような感性の時代にあっては、お客様のスタイル、性能、品質感に対するニーズはどんどん高まってきておりまして、極端に言えばセドリッククラスに求める価値とほとんど変わらなくなっているというふうに申せると思います。もう大衆車という概念ではなくて、スモールサイズ、いわゆる S サイズとして捉えていかなければならない時代となったのではないかと思います。そこでこの車の開発コンセプトをニュースタンダードという言葉にまとめました。具体的にはジャストサイズで手頃な価格の高級乗用車ということです。高級乗用車というと一般的には価格が高く、サイズが大きく、いろいろな機能や仕組みが入っているという概念かもしれませんが、私たちはお客様が他の上級車種と同じ価値基準で積極的に選んでいただけるレベルの商品にしようという意味で、あえてこの高級乗用車と呼んで車を開発してまいりました。具体的には高車格感と走る、曲がる、止まるの基本性能2つの大きな軸といたしまして、車を仕上げてございます。はい、ありがとうございました。で、その車なんでございますが、私が例によって試乗してまいりました。 VTR が撮ってございますので、それをまずご覧ください。これは日産のサニーです。で、大衆車という言葉を日本中に定着させた車の走りがこれだったんですが、もう大衆車という言葉をなくしたいと言いまして、この頃は量販小型車、たくさん売る小型車というような表現に変えて、います。全体的に車全体の合成なんていうんですが、しっかり感といいましょうかね、優しく言えばその しっかり感が上がりまして、そして一角上の車に近寄ったように思えます。この車はまあ中心的な、中核的な存在になるだろうと思われるスーパーサルーンという名称の車なんですが、装備もなかなか良くて、エンジンは今度はサニーは全部ツインカムエンジンになったんですが、ツインカムエンジンの 1.5 リッターの 1500cc の、キャブレーターで、100馬力まではいきませんが95馬力ほど取り出しているものに、4速の自動変速機を付けたものです。で、車のサイズは外から見るとちょっと小さく、まあ丸みを帯びましたので小さく見えますが、実際の寸法は実はそのブルーバードに極めて近い寸法になりまして、で、ブルーバードより小さいのはどのぐらいかというと、部屋の大きさでまあ20ミリとか30ミリとかそんなもんですから、2センチか3センチぐらいというぐらい、ブルーバードに接近したサイズになってきました。
で、まあ、セダンらしい室内でいて、どの空間もたっぷりしてます、例えば頭上空間などは、拳がやっとではありますけれども1個入る高さを確保していますし、ショルダースペースなんていうんですが、こう肩から窓までの空間もよく確保していまして、広々とした感じの小型車に仕上がってます。今時速100キロで4速を使って走りますと、オーバードライブのギアを使いますと2500回転で、時速100キロになります。でオーバードライブをキャンセルして3速のギアで走るようにしますと、だいたい3000と700回転から800回転というところでしょうかね、やや金属的な音がして排気の干渉音でしょうね、ピーというような音がしますが、しかし疲れ知らずに回ります。でこのエンジンは7000回転まで常に使うことができると、高速型のエンジン、まあ、日本の大衆車ポピュラーカーも大したもんで7000回転までエンジン回して使うことができるようになったわけですね。これで、西ドイツの大衆車と、まあ、エンジンの印象上の性能は、互角になったというふうに考えていいだろうと思います。ハンドルは、いわゆるパワーステアリング でハンドルそのものの形状は、これもまあ珍しいんですが、エッジスポークとよく言いますけれども、真ん中にローマ字でエッジ、大文字でエッジを書いてそれを横にしたような、形のもので、ポルシェやベンツや BMW がこのタイプのハンドルを使っていますが、これはなかなか扱いよくて、そして、しかも体型に応じて掴みやすいというものです。乗り味そのものは、非常にこうしっかり感のある、しかもこう昔からサニーが売り物にしている、なんて言いましょうかね、敏捷な歯切れのいい走りというのも一生懸命残した形跡があります。で、まあ、セダンですからあんまりこう敏感なハンドルもやりきれないんですが、適度な鈍感の部分を中央に持たせて、そしてしかも身のこなしが、良さそうな、ステアリングになっています。でさらに、この頃のサニーで感心させられることは椅子の作りが良くなったことですね。それでもややクッション部の、まあ、私は体重が80キロとちょっとあるんですが、私の体重ですとこのシートのクッション部の発泡ウレタンがやや柔らかいかなと思いますが、それでも体重が60キロ未満の人だったら、このシートはなかなかいいシートだと思うと思います。それで車に特に強い嗜好性や趣味を持っていなければ、この車は家族用のいわゆるファミリーカーとして、お値段の割には買い得のもんだと思いますね。サニーの1500スーパーサルーンです。どこがスーパーサルーンなんでしょうか。室内はグレー系で統一されてとっても落ち着いた感じなんですが、さあまずこちらからパワーステでしょ、それからパワーウィンド、これはもう当たり前よね。そしてドアミラーなんですが、これがほらもちろん電動で動いてるんですよね。そしてもう一つグイーンとほら簡単に折りたためちゃう、簡単ですね。それからもう一つほらドアロック、集中ドアロックもついてるんです。これも嬉しい装備ですよね。さあこのスーパーサルーンの正面ですが AM、FM ラジオでしょ、そしてフルオートエアコン、一度温度設定しておけばそう、こんなに寒い日であっても、もう車の中は快適ですね。そしてその下にあるのはこれオプションなんですけど、 CD ももちろん装備できるんですね。カラードバンパーにフルホイールカバー、そしてマットガードなどなどの装備を締めて含めまして、このサニーの1500スーパーサルーン、お値段が140万円。さああなたにとってこのサニーは高い、それとも安い？上り勾配の、そうですね、これでも平均で
6% から 7% ぐらい登っている山道へ来ました。で、1.5 リッター、ツインカムとはいえ 1.5 リッターで100馬力を切るとなると、この頃は小さい車で出力の高い車が多いもんですから、その麻薬慣れしてるという感じがあるんでしょうね。ちょっとまあ力強さに欠けるというような印象は否めません。けれども、まあ、十分なトルクを持ってまして、しかも AT との組み合わせですから、ギアチェンジをすることもなく、スイスイと登ることができます。今どうやら3速のギアを使っているようですね。ハンドルの重さというか操舵力といいますか、その操舵力はパワーステアリングですから本来軽いんですけれども、適当に重みを感じるように作ってありまして、日産はやや重めの味付けが好きのようですね。でちょっとこう粘った感じのするところがありますけれども、まあ、このハンドルで操舵力が大きすぎる、重すぎるということでの苦情は、なさそうです。で瞬発力はどうかと言いますと、ここちょうど 6% ぐらい上ってますでしょうかね。ここで、この程度の瞬発力は持っています。もちろんセレクトダウンして手で、ギア操作をしてやればもう少し元気よく、走ることができます。でここは割合にきついカーブなんですが、曲がってみますと、前輪駆動の車というのはアクセルを踏めば外側に、離しは内側に来るような特性があるんですが、それもそんなに強い特性がなくて扱いいい車だと思いますよ。でまあ、普通のファミリーカーっていうのはこんなところなんじゃないかなというふうに思われますね。で燃費をご報告いたしますと、10モード燃費では1リッターあたり 13.4 キロ走ると運輸省の審査値が出ております。で我々の VTR ロケでは実は 11.6 キロ1リッターで 11.6 キロの割で、走りました。で考えてみますと、朝の6時半頃からエンジンをポーンとかけて食事をする間だけ止めて、あとはずっとエンジン回しっぱなしでしたからね。なぜかというとご覧の通り寒かったもんですから、寒さしのぎに車へ飛び込んでヒーターが効いている状態にしておいたもんですから、まあ、少し、燃料を使いすぎました。で、騒音はこれは意外に静かな車でして、あんな路面状況で、時速100キロ、透明を時速100キロで走りながら計測いたしますと、67デシベルでありました。なかなかこの音の点では高級車と呼んで間違いないんじゃないかと思います。じゃあ、コマーシャルです。それじゃあ、いろいろぶしつけに伺いますので、一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめにですね、はい、今からたった4年前に、はい、四角い車だっていいもんだって言うんで、トラットサニーって言うんで、はい、妙に四角だったやつ、はい、でこれがまた受けましたね、一部に大将 ね、はい、で今度はこうくるんと丸くなって、実は4年前にもうすでにこういう、 こう流行の兆しみたいなものがあったんですが、はい、四角いのが良かったよっていうのが今度は丸いのがいいよっていう風になったのはなぜですか。これはですね、実はこのモデルどちらかといえば3ボックスのオーソドックスセダンということでございまして、うん、はい、トラットサニー の四角なイメージというのはこの中でも大切に考えたつもりでございます。あ、そうですか。はい、その中でやはり90年代の、車のやはりトレンドというのを意識いたしまして、目についてはもう少し柔らかみを出した、それでいて、気品ある形にしようという形で今回こういうようなモデルに決定したわけでございます。はい、なんとなく前のやつはね、田舎のボクシングのチャンピオンみたいにね、妙にこうぶばって威張ってるとこありましたからね。無理に角張りすぎてるところがちょっとあったのかなという感じがしております。作ったがでもそう思ってました。いや、そんなでいいんですが、それから、車の今までと全く違う新しいものを取り付けたっていうことはどんなことですか。まずこの
車のドアでございますが、はい、ドアにつきましてはフルドアを全部採用いたしました。フルドアっていうのは、はい、こういう一枚板で作り上げるドア、はい、そうです、普通に今まで使っていたのはサッシュドアで、この下とこの枠は違うものでやってたんですが、はい、今度はこれになったんです、はい、これによってですね、はい、全体の面 の、 あの美しさを出そうということで、はい、このフルドアを採用いたしました、はい、それからあのまたドアの取っ手でございますが、はいはいはい、上からも下からも握ってですね、スムーズに開閉ができる。実は私どもこれをあの2ウェイドアハンドルと呼んでおりまして、はあ、握り勝手が非常に良くてですね、はい、開閉しやすいという形でこういうようなドアを採用してございます。菊池原さんの手どんな手してます？割合に優しい手してま す、 そうです僕のこの武骨な手ですかね、これちょっと輪っかが小さくて手入れにくいですね、はい、あ、そうでございます。指引っ掛けるみたいなことになりますが、あ、そうです。かなり の、 あのレベルでいろいろ調整しながら、はい、まあ、あの平均的な日本人の方だったまず使い当て的にはよろしいんじゃないかと思っておりますが、はいはい、それからまたあの、これはファミリーカーとしていろいろ荷物の積み下ろし等の勝手も良くしようということで、はい、リアでございますが、はい、トランクにつきましては、ちょっと上げていただきます、はい、バンパーの上まで開閉いたしまして、なるほど、非常に開口面を広くしてございます、はい、またこのあの開くオープンの角度もほぼ90度ということで、全体大きなものを自由にこう出し入れできるように、なるほど、重くても十分あの女性でも、うん、苦もなく入れられるというあたりを改良したつもりでございます、はい、しかしこれは苦労しましたね。実はこのウェザーストリップといいますか、はい、このゴム、はい、これが荷摺りでひむけちゃうんですよねでこれをこういうふうにこう曲げる手立てっていうのは、ここがこう立ってて、ここからこう曲がってこう張り付く手立てっていうのは、これは日産が一番初めにやったんですが、これなかなかうまいじゃないですか。段差でここでもこのゴムこすんだりしたんですね。そうですね。コロンブスの卵だけど、こうなってる車ってのは滅多にないですね。そうですね。これで一応その重いものをここに乗せていただいても、ウェザーストリップをゴリゴリ曲げないようにということの工夫をしたつもりでございます。ああ、そうですか。それとまたこういう下開きにいたしますと、はい、面の合いというのも非常に苦労したところでございまして、はい、スムーズな面をきちんと出すためにということで、はい、設計並びに製造上ではだいぶ苦労して、このタイプを採用して、平らにつるんというのは難しいなですね、あのつるんなんて言って嫌がる人もいますけれどもそうで、これはこういうふうに、3分の2と3分の1開くようになってますね、はい、これはあの従来の車でも採用しているサニーの特徴でございまして、うん、今回のモデルでもご好評いただいている形で同じく採用してございます。なるほど。いや、このぐらいトランクが大きくなってセダンらしくなってきましたね。そうですね、やはりそのオーソドックスなセダンというのは、このキャビンとそれからその荷室の後ろ の、 あの荷物スペースをきちんと大切にすると、うん、これがあの開発の基本の部分では十分かえあの考えながら作ったつもりでございます。なるほどね、はい、それと、あとはそれともう一つ非常に大きな点でですね、はい、先ほどもちょっと三森さんからご紹介いただきましたが、 1.3 リッターから 1.8 リッターまでエンジンをすべて、はい、ツインカム、4バルブエンジンで揃えたと。本当に、これがサニーのもう一つの大きな特徴だと思っております。そうです。すみませんが、はい、ちょっと開けていただけますか、はい、いや、これでね、私はブルーバード持ってませんから、ひがまないで済むんですが、ちょっと前にブルーバードの1800を買った客はですね、はい、世の中では一画下のと思われているサニーが、みんなツインカム、はい、だけどブルーバードはですね、シングルカムまだあるんですよね。で、シングルカムがあるところに持ってきて、この部屋の大きさとトランクの大きさ見てみるとですね、いくらも違わないじゃありませんか。これブルーバードよりどのくらい小さいんですか。ブルーバードよりほんの4センチぐらいというところでございまして、はあ、まああのちょっと前のブルーバードですと、ほとんどこの大きさというぐらいまで、うん、車自体というのが、部屋の寸法だとそんなには違わないんじゃないですか。そうですね、室内スペースではほとんど同じと。ほとんど同じでしょ。それではツインカムでしょ、はい、値段お安い。そうですね、ねえ、はい、これ随分ひがむでしょうね。
はい、このエンジンは どんなとこがどんなふうに当たるか、みんなツインカムになったっていうところが一つ新しいとこ、はい、ね、そうですね、はい、エンジンについてあのツインカムにしたというのがこの、はい、走りの性能の大きな特徴でございます、はい、それからあと内装の方にちょっと、はい、ご説明させていただきます、はい、室内の方ではあのいろいろな装備類はいろいろ積極的に採用してございますが、はい、特にですね、私どもその、この室内の気持ちいい囲まれ感と、うん、これを大切にしようということで作ったつもりでございまして、はい、このメータークラスターをですね、はい、従来よりこの面を実は70ミリほど手前に引き寄せまして、はい、これによってその囲まれ感と同時にですね、はい、実はあの運転しながら各操作スイッチが、気持ちいい距離で届くようにというようなことを工夫してやったのがこの室内の大きな特徴だと思っています。またあのシートにつきましても、はい、若干固めなシート設定にしてございますが、うん、従来よりシートバックの高さを20ミリほど高めて、はい、ホールド性を一段と改良するとともに、うん、実はそのサニーでも思い切り、豪華な雰囲気も出そうじゃないかということで、うん、シートの後ろをご覧いただきたいんですが、はい、全部フルモケットでですね、あ、これね、全部積んでおりまして、はい、あ、安い自動車になると、はい、この後ろ方なんだかこうプラスチックの板当てて、そうですね、それでおしまいになっちゃったりなんかするのがあるわけですね、はい、そのそういうところもないように全部これは隅から隅までフルモケットで包み込んで、室内のしっとりとした感じと落ち着きを出そうということで開発したつもりでございます。そうですね、それから前席の下につま先が入りやすい高さになってるっていうのも、そうですね、このサイズの車としてはいいなと思いましたね。さてこのエンジンなんですが、エンジンは、どんなところがどんな風に、売り物ですか。デューチーはですね、いろんな考え方があろうかと思いますけども、はいはいはい、やはりこのクラスで限られた排気量の中で、出力とですね、はい、燃費を、まあ、バランスを高いところで取ると、そのための DOHC という考え方で使っております。 DOHC というと、排気側と吸気側にそれぞれ別のカムを持っていて、そのカムで、直にもしくは何かを介在させながらバルブを動かす、はい、でそういう風にすると真ん中に空きができるから、はい、火を飛ばしてやるのにちょうど頭の真上で飛ばしてやる、はい、今までのシングルカムだとこの横っちょの方からだから、はい、その火の吹き方がこう平坦にいかないところがうまくなかったという説明はオーダーしたよね、はい、でこれはしかしあのいわゆるツインカムというのは、まあ、大体スポーツエンジンで低速側が使いにくくて高速側のギンギン回るのはいいと、はい、まあ、出汁なんかでもバカなやつはそう書いてますけれども、そんなのが多いんですが、これはごく当たり前の感じのもんじゃありませんか、はい、で今はシングルカムでもそのバルブを4つぐらい動かして頭の真上から火をつける仕掛けなんてのもありますでしょ、はい、でそれをなぜこう本格的なといいますかね、そういうものになさったんですか。やはり高出力とですね、はい、低燃費と両方のバランス点をより高く取るということと、うん、それから先ほどちょうどおっしゃいましたプラグをやはり真ん中に持ってくるには、はい、どうしても2本の方がですねレイアウト取りやすいものですから、なるほど、その関係でそれのデメリットを極力抑えつつメリットを出そうという考え方で作りました。ですからあながち高性能 DOHC という考え方ではございませんで、あくまで実用域の性能、運転性あるいはパーシャル性能をですね非常に高めるための DOHC と、こういう狙いでございます。使い勝手のいい気持ちのいいエンジン作ろうと思ったらたまたまツインカムになったよと、こういうふうに考えると自然ですかね。で日産自動車はもう今まではむやみにターボをかけちゃうお宅の一番小さいチビスケなんてのは、大変なもんですね。ターボがあってスーパーチャージャーがあってみたいなものがありますでしょ。今度はそれコロッとやめましたね。でどうしますか。そうですね、これはですね、うん、実はあそうか、他人会社の社長さんに聞かなくちゃいけない。こういうことは車の使い勝手の中で、特に今回 その走りの性能というのを大切にしてこの車を開発してきたわけですが、はい、その走りの性能というのはどういう感じかというと、人間が操作した感じが車との語り合いの中で非常にレスポンスがちゃんとあるようにと、うん、そういうことを大切に開発したつもりでございまして、力持ちだから後から返事するようなのダメよということですね。はい、あ、そういう意味ではその普通のごくノーマルの吸気方式の方が、下吸気をつけない方が非常に人間の感覚と合った加速感を生み出せるということで、
この形で採用してございます。10年も経つと、まあエンジニアの言うことはコロッコロッコロッコロ変わって、もう本当にどれが本当だか分かんないんですが、しかし使ってみると下級機付きよりは明らかに自然な感じがしますね。そうだと思います。そうですね、はい。ところでその消費者の側からするとですね、結構なエンジンよく分かりますが、カムが2本になったということだけでもコストが上がるわけでしょ。そうするとこのエンジンは今までのシングルカムのエンジンに比べるとどのぐらい高くなるものですか。気候が複雑になった分は当然上乗せになるんですが、その分全体の合理化を一緒に進めておりますので、基本的にはそう変わらない値段で作れるようになりつつあります。ああそうですか、はい。そうするとお買い得ですよということですね。そうですね、まあ、実は私どもこの車をですね、先ほど高級乗用車と言いました、うん、そうおっしゃってましたね。高級という部分を作り出すためには、従来の感覚で言いますとかなりのお金をかけなければいけないということでございますが、お客様には手頃な価格でこれを提供したいと、それでいて高級車にしたいというためには、実は作り勝手上のいろいろな設計のやり方、あるいは開発の仕方を研究いたしまして、手頃な価格でしかも品質が高いものという両方を両立することができたという商品でございます。きっとで、お宅のあのサニー係の社長さんは、ね、出世するかもしれません。言うことがうまいよね。わかりました。まあ、まだいろんなことを聞きたいんですが、それじゃあ、一言で今度は4輪駆動方式があって、その高いのと安いのとスター方式ありますが、この4輪駆動方式をスター方式作ったのはこれはどうしてですか。従来からフロートフルタイムという方式で採用してございましたけども、私ども日産自動車の基本の考え方の中に、高出力エンジンについてはアテーサ方式という方式を採用しておりまして、今回も 1.8 リッターのツインカムエンジンにはアテーサを採用して、よりスポーツ走行を楽しんでいただけるようにというようなもので、アテーサを追加設定したわけでございます。なるほどね、はい。まあ、ブルーバードを作った町田さんがせいぜい悲願でることがございましょうね。どうもありがとうございました。コマーシャルでございます。コーナーです。今日はこんなハガキいただいています。平塚市の佐久間一郎さんからなんですが、日本車について4年間のこの周期のモデルチェンジというのは高級車としての名声がないんじゃないんですかっていうハガキなんですが、要するに高級車は開発するのに大変ねっていうことでしょうね、はい。鋭いですよ、はい。こういう消費者が増えてくるとですね、自動車がなくなるだろうと思うんですね、うん。自動車の開発はね、この頃は短くなったんです。コンピューター利用するようになってから短くはなったんですが、それでも熱心にやると4年、はい、どんなに急いでも2年半かかるんですね。前に何かがあって始めても2年半はかかるんですね、はい。そうするとね、例えば菊池原さんに伺ってみようと思いますけれども、今サニーを作ったでしょ、はい。でこれもう売り出しましたね、はい。と次のサニー4年後にまた作らなきゃいけないわけでしょ。そうですね。そうするともう菊池原さん仕事始めてるわけですよ、はい。今売ってるののいろいろなことを聞きながらですね、四角かったの丸くなってどうしたとかね、丸くなってよかったとかよくないとかっていうのをまた頭の中でごちゃごちゃにしたやつをきれいに整理しながら次のもう考えなきゃいけないんですね、はい。そうするとね、大忙しでやってますから大きなステップで車はこう進歩できないんですね。あ、そうですね、はい。でね、僕の考えではね、まあヨーロッパみたいに8年もやるってのもなんですがね、6年はいいんじゃないかと思うんですね、うん。ユーザーが初めての車を買った、はい、そして 1回目の車検3年間で1回車検を取った、はい、2度目の車検ももう少し政府に圧力をかけてですね、3年にしてもらいましょう。3年にするとですね、はい、その部品を使ってる部品もその3年間持つようなものにしなきゃいけませんから、はい、こうじっくり落としたものが出来上がりますね。とユーザーは6年使った、税務署がもう6年使ったからこれは価値がありませんという頃に次の自動車に乗り換えるというのはいいことだと思いますよ、はい。だからこの人の案に私は賛成です、菊池原さんに伺ってみましょう、はい。サニー会社の社長さんとしてはどうですか、はい。そうですね、6年、まあ、確かに4年でやるというのは非常に厳しい時間で上がっているわけでございまして、はい。それがまあ世の中のお客様のご要望という形で一生懸命やっているところがございますが、はい。まあ、ものによってはもう少し時間をかけてじっくり開発している車もあるわけで、うん。そういう意味では、この開発期間というのとお客様の使い勝手のバランスをうまい形で取っていった方が、
やはりそれなりの望ましい方向があるのかなというふうに思ってますが、うん、そうですね、何しろ今は競争の時代でございます、短期決戦の方が多いんですね。みんなでその自動車工業界なんていう、はい、あの各自動車メーカーがお金出し合って出し合ってですね、作った団体があって、それでみんなでこう協議連絡なんかしてらっしゃるんでしょ、はい、でどうかね、6年にしようじゃないかって話はできないもんなんですかね。そうですね、うん、まああのそういう調整がうまくできればと思っておりますが、うん、今のところはまだ生き残りの、あるいは勝ち進みのこれからの大きな波をもう一つ越えようというような競争の時代で、なかなか私はね、今まではね、ね2年、4年に一遍というのはね、いいと思ったんです。新しい技術がどん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 できる、はい、で新しい技術を消化できるんだったらどん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 消化していくっていうのはね、日本の車の進歩に大変役に立つから、4年の周期節に私は賛成だったんですがね、この村はそうは思えませんね。もう少しじっくり落ち着いて、あのいいものをしっかり作れるっていう方がいい時代なんじゃないかと思うんですがね、うん、やがてそうなるでしょうね、きっと。まあ、どこのメーカーさんも例えばユニット関係ですと4年で全部開発するというのはほとんど不可能でございますので、そういう意味も含めてもう少し開発リードタイプが長くてもいいのかなというふうに思っております。そうですか、はい、ぜひ話し合ってください。プレゼントコーナーでございます。はい、新車情報90からのプレゼントです。ご覧の自動車専門誌モーターファン、モーターマガジン、カーグラフィック、ルボラン、ナビ、フルマニア、ゴーグル、カミオン、カーセンサー、カートップ、月刊自家用車、ドライバー、ホリデーオートバイヤーズガイド、カービデオマガジン、以上13種とビデオの中からご希望の商品を抽選で140名様に3ヶ月間無料でお送りいたします。それではお申し込み方法です。郵便はがきにご希望の商品名を一つお書きになって、住所、氏名、電話番号、それからご意見ご希望などを添えて、ご覧の宛先にどんどん申し込みください。なお発表は商品の発送をもって返させていただきます。はがきたくさんお待ちしています。来週のこの時間はと言っていつでも予告するってことなんですが、今候補車種が多いものですから、逆輸入の会社なんてのはどうかなというような話でまだ決定しておりませんが、何か見繕いましょう。ぜひお楽しみに。ところで深井さん、あのエンジンの件なんですがね、サニーというのは、まあ、日産の中核車種で底辺支えている車ですね。でこれがツインカムになったということは、やがては日産の乗用車で、小型のも全部ツインカムになりそうですか。まあ、あの用途によってですね、使い分けはございますけども、基本的なあの性能向上というのは利用地に追うところは結構ございますので、トレンドあるいは方向としてはそちらが主流になろうかと思います。ああ、そうですね。ディーゼルはいかがですか。ディーゼルエンジンは、はい、ディーゼルも今度の3人にもございます。ありますよね、はい、1.7 リッターの従来に対してポンプを改良いたしまして、少しあのアイドル、コールドアイドルの騒音低減なんかを改良させていただきました。その他にちょっとターボランドもつけたい、もう一つエンジンに近くしてくださいね。ディーゼル、これからひょっとすると主流になりかねるかもわかりませんね。ぜひディーゼルも手抜きなくお願いいたします。